いつも投稿ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あの今日キーサイト久しぶりにニュースモールラグを作ったんですけど、はい、やっぱあれね、ニュースが面白いのがあるとなんか書いてても楽しくなって、うん、もうなんかこうちゃんとさ、うのちゃんよ、ね、うん、もうこの名前考えただけでもうワクワクしてきちゃって、いやもう本当笑っちゃいますもん、ずっと面白くて。でもやっぱあの今日のこうちゃんはさ、はい、まあ、自分ってわけじゃないんだけど、うん、いざとなると男はうじうじしてて、ね、ね、うのちゃんの方がね、うん、私もうできちゃったんですっていうのを言っちゃう。いや、うのちゃんはね、奥さん、あ、ごめんなさい、うのちゃん奥さんだから、うん、リコちゃんなの、リコちゃん、リコちゃん、リコちゃんがまた堂々としてね、堂々としてるのね、今の時の子なのかなみたいな、まあ、また、来週も頑張って考えてみたいと思うんですが、お題を一つ出しますんで、はい、皆さんもこちらの答えを考えていただきたいと思います。大相撲5月場所は佳境なんですけれども、うん、キーサイト的にはですね、皆さんにはこんなお相撲さんは嫌だというのを考えていただきたいと思います。水木さんがこんなお相撲さんは嫌だというので、どんなお相撲さんかを教えてください。例えばこんな感じです。こんなお相撲さんは嫌だ、行司さんと腕相撲で負けるお相撲さん行司さんに軍配みたいな、そんな感じになっちゃうんですけどね。はい、こんな感じで考えてみてください。はい。